はい、こんにちは、ケイスケです。今日はいただいた質問に回答していきます。で、質問の内容がですね、発送方法についてということで、まず一つ目がですね、フリーシッピングで出品した方がリミットアップ申請するときに有利に働くのでしょうか、ということと、商品の発送方法を航空便にしようと思ってるんですが、その際はスタンダードサービスを選択するので間違いないのでしょうか、ということですね。で、もう一つが、そういったサル便とか航空便といった方法で発送するときはトラッキングナンバーをつけていますか？その毎回410円トラッキングナンバーをつけるとちょっと、それだけの料金がかかってしまうのは、悩ましいところですと。落札者から商品が届かなかったというクレームは今まで何回かありましたか？ということですね。はい。で、一つ目のですね、フリーシッピングで出品した方がリミットアップ申請にリミットアップ申請の時に有利に働くのかというところに関しては、これはですね、フリーシッピングにした方が有利に働きます。まあ、そこまで大きな、要因ではないんですけれども、現在その eBay 自体もフリーシッピングを推奨しているので、まあ、商品を全部フリーシッピングで出してれば結構印象は良くなるかと思います。まあ、それよりはもちろんその販売実績の数だったり、まあ、その発送の速さだったりですね、そういったところの方が重要になってくるんですけれども、フリーシッピングにしておいた方が、まあ、eBay の印象は良くなりますし、まあ、その出品価格とか決めるときもですね、非常に分かりやすいんですよね。まあ、なので、もうフリーシッピングにしない、特になんか理由はないのかなと思います。はい。リミットアップのところにおいても、その出品価格とかその手間の、効率化においてもですね、もうフリーシッピングにするのが一番いいのかと思います。はい。で、航空便発送の際にはスタンダードサービスを選択するので間違いないのでしょうかということですけれども、僕はですね、エアメール航空便に関しては、エコノミーシッピングを、選択してます。エコノミーを選択してます。で、EMS がスタンダードを選択するっていう感じですね。はい。EMS とか FedEx とか。まあ、多分そのスタンダードシッピングの、スタンダードサービスの、eBay で設定してる日数でも、多分その航空便であればですね、ちゃんとその日数の中で届くと思うんですけれども、まあ、国際便なので、まあ、その関税でちょっと止まってしまったり、ちょっと日数が多くかかってしまうということはですね、結構可能性は高いので、まあ、エコノミーにするのが一番安全かと思います。なので、航空便とかサル便は、エコノミー、EMS がスタンダードという感じにしてください。はい。では3つ目なんですが、サル便や航空便といった追跡サービスのない方法で発送する際は追跡番号をつけられてますか？ということですね。まあ、僕の場合はですね、結構高額な商品を扱っているので、もうほとんど EMS で発送してるんですね。なので、もちろん追跡番号は基本的にはつけてますね。もう EMS なので。で、最近ですね、そのサブアカウントを、結構育てているんですね。現在、そのサブアカウントが6000ドルで100品っていう感じなんですけど、まあ、それの取引実績を作るために、結構小さい金額の商品も最近、そのサブアカウントで扱ってるんですが、そっちではですね、サルピンとか、エアメール、e パケットを、使って発送してるんですけれども、追跡番号はつけたりつけなかったりですね。もう本当にそのサブアカウントの方は実績を作るために結構ですね、もう10ドルとかの、消耗品、化粧品ですね。そういったコスメティックのジャンルも扱ってるんですけれども、そういった商品に関しては追跡番号をつけると、本当にもうプラマイゼロぐらいになるんですね。はい。なので、一応僕はですね、現在そのサルビンとかで、本当に小さい金額の商品を発送するときは、アメリカ宛ての、発送に関しては追跡番号をつけて、で、アメリカ以外の、国の購入者の方に関しては、追跡番号なしのサル便で発送してます。まあ、そのアメリカ宛てだけに、追跡番号をつけるっていうのは、ちょっとこう、あのリミットアップにおいて効果があるのかわからないんですけれども、一応そのリミットアップは、アメリカの購入者との取引履歴を見るので、一応僕はそうしてますね。で、まあ、その書き留めをつけると410円、追跡番号をつけると410円もちろんかかってしまうんですけれども、やっぱりリミットアップをですね、一番優先的に行うということであれば、基本的に追跡番号はつけた方がいいと思います。はい。
で、その落札者から商品が届かなかったというクレームなんですけれども、僕はですね今まで、これは一回もないですね、基本的に僕ずっと、追跡番号はつけて発送してたんですね、最近本当にそのサブアカウントを育てるようになってから、ちょっと追跡番号なしの発送も、やり始めたんですけれども、ずっと、基本的には追跡番号をつけてて、で商品が届かなかったっていうクレームは、全くないですね。で、追跡番号なしの発送はある程度ですね、そのアカウントの販売実績を作ってアカウントを育てた後にですね、追跡番号なしの発送方法は、取り入れていくという感じの方がいいかと思います。それがやっぱりですねちょっとどうしてももったいないということであれば、基本的にその購入者のフィードバック数とか見てですね、過去にちゃんともう、取引を何回も行っているような方であれば、変な詐欺とかはですね、してくる可能性はほぼないと思うので、そういった購入者の方には、追跡番号なしで送って、フィードバックが本当一桁の購入者の方に関しては、追跡番号をつけて発送するとか、そういう感じにしてもいいかと思いますね、っていう感じです。はい。で、航空便を使おうと思ってるということなんですけれども、航空便であればですね、その e パケットというものを使うように、してください。その e パケットというものが航空便に書き留めをつけた発送方法になるんですけれども、その国際郵便マイページの方から e パケットというもののラベルを印刷することができるんですね。その国際郵便マイページでラベルを印刷することによって、通常の、航空便書き留めより、若干割引される、金額が、安くなるという感じになります。その国際郵便マイページの登録とかそのラベル印刷の方法に関しては動画を上げてますので、そちらを見ていただければと思います。はい。では2つ目なんですが、 eBay 輸出をかじり出して1年ほど経ちます。主に無在庫でゲームソフトを出品し、今まで3品ほど売れました。この期間にはしばらく出品していなかったり、現在のリミット20品1000ドルですが、ほとんど未落札で終わり再出品しないままだったりです。順調にリミットアップしていくにはどんなジャンルの商品で価格帯はいくらでどんな方法がいいのか、処方的なところでつまずいています、ということですね。その最初のですねリミットアップをするための、リサーチ方法とかは、他の動画で上げていますので、この動画ですね、初心者の方が行うリサーチ方法という動画で、基本的にはですねそのもうオークション形式、必ず売れる、必ず落札されるように出して、それでですね、最悪プラマイゼロトントンとかで、売れる商品を探すっていう方法ですね。この、動画を見てですね、ちょっとそのリサーチをしていただきたいなと思います。その最初初心者の方が eBay 輸出を始める流れとか、っていう動画も上げてるので、こういったのをちょっと見ていただきたいなと思います。なので一応動画でも言ってるんですけれども、ジャンルはですね、結構そのフィギュアとか、ヤフオク仕入れで、フィギュアとかをですねオークション形式で出していくと、最悪プラマイゼロトントンで、売れる商品が多い、と思います。利益がちょっと出るか、プラマイゼロぐらいで売れる商品が、多いですね。価格帯に関しては現在リミットを20品1000ドルってことなので、一番いいのは、50ドルぐらいのものを20品売るっていうことですよね。それはあくまで目安なので、リサーチするとしたら価格帯に関しては、だいたい20ドルから、100ドル、ぐらいで eBay で落札されている商品を、リサーチしていくといいと思います。オークションかバイトナウかに関しては、やっぱり一番いいのはもうオークションですね。オークション形式で必ず落札されるように出していくと、いう感じです。現在僕もですね、メインのアカウントとは別にサブアカウントを育ててるんですけれども、そのサブアカウントが現在、6000ドルで100品っていう感じなので、かなりリミットは低い、状態なので、このアカウントを育てていく過程とかをですね、また動画でも上げていこうかなと思うんですけど、かなりその初心者の方の境遇と同じような状態なので、今月に関してはその6000ドル、100品の中で、ずっとやってたんですけど、現在ですね、
まあ、この動画撮ってるのが4月23日になるんですが、今月の販売実績としては55品売って、4927ドル、うん、売ったという感じになります。で、まあ、僕の場合はですね、扱った商品というのは、ジャンルでいうと CD、ゲーム、消耗品、化粧品のようなもの、あとフィギュア、とか、あと普通に僕が以前ですねリサーチ動画で見つけた、ワコムのタッチペンとか、うん、あれも普通に売りました。で、まあ、僕はですねこのアカウントに関しては、オークション形式ではなくて即決で、やっていってるんですけど、結構ですねその CD とかゲームに関しては、予約転売の商品を応用して出していってるので、まあ、予約転売で、もう本当に今月発売した商品、うん、を、結構25個から30個ぐらい多分売ったと思うんですよね、うん。まあ、なので、その初心者の方だったりその予約転売の手法を知らない状態だと、そういった商品見つけるのは難しいので、やっぱりやるとしたらオークション形式で、出品していくというのが、一番いいです。リミットアップをするためにはですね、うん。でまあ以前の動画で見つけたワコムのタッチペンも普通に、まあ、それは即決で売れましたし、まあ、利益としてはだいぶ低いですけどね、うん。あとはやっぱ消耗品ですね、うん。まあ、かなり、金額としては、僕が売ってたのは、まあ、リミットもまだ少ないので10ドル前後ぐらいなんですけど、うん。あとやっぱその消耗費用ですね、それも他の動画で上げてますが、セット売り、うん、3セットとか5セットとか10セットとか、うん、そういったセット売りにするとですね、その消耗品に関しても、売れれば追跡番号をつけてもですね、利益は一応取れるので、うん、そういう感じで出していくのがいいと思います。うん、消耗品に関してはですね、だいぶ数は本当に、売れていくという印象ですね。まあ、なので、そんなジャンルはですね、あんまり、最初は意識しないでいいと思います。まあ、またその、オークション形式で売れる商品のリサーチ動画見ていただいて、そこでまた何か疑問点が見つかったらですね、ちょっと教えてください。はい。という感じです。で、現在のリミット20品1000ドルってことなんですけど、多分これですね、eBay で自動的にリミットアップされたか、メールで申請したっていう感じだと思うんですよね。で、次回はですね、その販売売上実績を作っていって、リミットアップするときは、スカイプで、やるようにしてください。通訳の方を通して。うん。またそのメールとか自動的にリミットアップされてしまうと、多分1000ドルから本当言っても、2000ドルとか、うん、かなり、リミットアップの幅が少ないので、次回はですね、もう販売実績をどんどん作っていって、次回のリミットアップ申請はスカイプで、行うように、してください。はい、という感じです。では今回の動画は以上となります。ありがとうございました。